8月17日から25日まで春日井市役所と文化フォーラム春日井で第68回春日井市民美術展覧会が開催されました。これは市民の美術作品の発表の機会と鑑賞の場を設けることで春日井市の美術文化の振興を図ろうと昭和20年から始まった総合美術展です。部門は日本画、洋画、書、彫塑工芸、写真の5部門あります。応募資格は市内在住、在勤、在学の高校生以上の方です。今年は585点の作品の応募がありました。展覧会初日の17日には開会式と表彰式が開かれました。厳正な審査の結果、部門ごとに市長賞、財団理事長賞、教育委員会賞、市議会議長賞、観光コンベンション協会会長賞の5つの特別賞のほか、奨励賞や入選、異色特別賞の作品が決まり、受賞者に表彰状が渡されました。今日私の誕生日でして、偶然重なって非常に嬉しく思ってます。湖面に映った山の山脈の絵を描いてます。やっぱり湖面のこう鏡で映ったようなところですね。9割ぐらいがもう湖面の絵なんで、そこに力を入れてました。応援していただいた皆さん方にありがとうございましたって一人一人言いたいです。朝宮公園の木漏れ日の小道を描かせていただきました。奥の方に親子がいるんですけど、あったかい自然に囲まれて皆さんで力をもらいながら子育てしていければいいなと思いました。自分が仕事で忙しくて作品が作れない時期があって、頑張ってきてよかったかなって思います。うちの母が4月に他界しまして、母の死を考えた時に、じゃあ今度新しい命が生まれてくるっていう意味で誕生日の誕を選びました。これからも一生懸命精進して頑張ります。とにかく続けたいなと思います。自分の趣味に一つ区切りができたかなっていう、そういう感じで嬉しいですね。やっぱり仏像で菩薩半跏像といって、菩薩が片足下ろしているような、そういうものです。一番やっぱり苦労したところは衣のひだですけども、それがいろいろレンゲの上にかかっているような、そういう仏像なんですけども、その辺の表現というか、そういうものをちょっと自分なりに工夫もしたし、ちょっと苦労もしました。思い入れのある祭りでこうやって賞をいただけたということは本当に嬉しいことです。豊田市の衣祭りの写真です。出汁が出まして紙吹雪が有名なんですね。でその町内の人たちの情熱とかその力強さ、そういったものに助けられた写真だと、そういうふうに思ってます。みんなに見ていただいて、あすごいなというようなものをなんとか撮れるようにはしていきたいなと、そういうふうに思ってます。展覧会の開催期間中、市内外からおよそ1万人が会場に訪れました。来場者は作品を見たり、審査員による作品解説を聞いたりして、美術作品の奥深さを感じていました。書いたんだろうと思いますけど、その気持ちが最後までこうつながっていることと、ドーンと安定してるな、すごいしっかり座ってるなっていうふうに思いました。細かいところに随分と力を入れてやってらっしゃるのが見応えがありますので、楽しみにしてます。通って数を取ることだなっていうのが感じました。この審査員の伊藤先生でも、朝からもう3、5時間、6時間経っても写真がうまく撮れないと今も言ってみえたから、やっぱりそこなんだろうなっていうことを感じました。目立たせるような感じに塗っていてすごいと思いました。たまにこういうところを切ると本当にちょっと心洗わるというか、いろんな絵を見て本当に感動させられてます。次回の春日井市政でよりは春日井市総合防災訓練をお送りします。